NHK 紅白歌合戦。2018年を締めくくるそのステージに、世界が注目するジャパニーズカルチャーの象徴として9人組グループアクアが初登場。2018年は彼女たちにとって大きな飛躍の年でした。11月には東京ドームでの公演を実現。2日間にわたるそのステージは国内外10都市以上でライブビューイングも行われ、15万人ものファンを魅了しました。声優さんがこうイコールみたいな感じで抜け出せない魅力にハマっちゃった感じ。やっぱキャストとキャラがなんか一体化してるというか、2人一緒の二人三脚で歩んでる感じがすごくいい。そこが他のコンテンツじゃないところかな。そう、アクアの魅力はアニメキャラクターと声を演じる声優9人との融合。そのアニメとはラブライブサンシャイン。静岡県沼津市にある女子校舞台に9人の生徒で結成したスクールアイドルグループアクアが閉校寸前の学校を救うために奮闘する物語です。私たちの PV が、アニメの中のグループと同じように声を演じる声優たちも現実の世界でパフォーマンスを行っているんです。アニメとリアルの融合に海外からも熱い視線が。 I love the energy. I was at the World Love Live in Los Angeles and it was one of the most exciting days of my life and I'm really really excited to be here for this one. They're super like upbeat. They never like, they'll go down but they're always there to help each other out. So they're not like always isolated, just to be happy basically. That's why I like them.結成からわずか3年半、初めての東京ドーム公演に挑むアクアに密着。世界から注目されファンを熱狂させる彼女たちの魅力とは一体何なのか。5つのキーワードでその秘密を紐解いていきます。さらに秘蔵映像も公開。結成当初舞台袖で決意したある思いとは。こちらがラブライブサンシャインで声優を務めライブパフォーマンスも行っているアクアの9人。公演1ヶ月前、彼女たちを訪ねると本番へ向けた練習が始まっていました。この3人がアニメでは中心となる2年生トリオ。主人公高見千佳を演じるのは稲見杏樹さん。アニメと同じくリーダーを務めます。高見千佳の幼馴染渡辺陽役は斉藤朱夏さん、ムードメーカー。そしてアニメではピアノが得意で作曲も行うキャラクター桜内梨子を演じるのは相田梨花子さん。2年生だけで行う曲の練習をしていました。ここだけ一方
大人っぽいパフォーマンスを見せているのは3年生役の3人。そして1年生3人は個性派ぞろいです。この9人で結成されたアクアのダンスレッスンにはある特徴が。シンクロパフォーマンス。振り付けを担当するのは桃色クローバー Z なども手掛ける石川由美さん。その石川さんが常に確認しているのはアニメの映像。手下ろしてっちゃっていい？下ろすときに寝てるじゃない目つぶってんだよね、はい、下ろすときね。こっちで叩いてこっちで終わる。メンバーも何度も同じシーンをチェック。アニメの動きにどこまで合わせるのでしょうか。指先からもう、ま、腕どっちが上がってるとか足どっちが前出てるっていうのはもう完璧に見ますし、指も1本なってるのか2本なってるのか、そういうところまで揃えてますね。アニメがこうだったらこうしますけど、アニメがこうだったらこうです。でこうだったらこうだし、これじゃダメだとかもするし。そこにこだわる理由っていうのは何かあるんですか。アニメが大事だからアニメ第一。アニメーションならではのすごい可愛い角度ってあるんですよ。え、そんなにここ腰クッてやるみたいな。でもやっぱアニメーションだとすごい可愛いから、それをどれだけこう生身の人間で可愛くできるかっていうのをいろいろ研究してますね。ある意味ウィンクとかも私最初片目しかできなかったんですけど、やっぱりそう、ありがとう両目マリ結構こっちでも両方するんで、練習して両目できるようになったんで、だからちょっとずつ私もマリに近づいていけてるんじゃないかなって思いますね。そう、彼女たちが注目されるポイントの一つはアニメとのシンクロ度の高さ。キャラクターを演じる声優が歌やダンスを実際にパフォーマンス、指の動きや瞬きまでも忠実に再現するのです。アニメとシンクロした動きの他にも彼女たちのステージにはさらなる魅力が。スペシャルな演出。